どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルモノグラフではいろんなねガジェットは特にこのね MacBook とかの話をよくしてまして、一昨日ぐらいですかね、出した動画でこの MacBook のねすごいいいね、カーソルをより快適に使えるアプリを見つけてね、それがねすごい動画もね好評で嬉しいんですけれども、定期的にね、MacBook とか Apple 製品のね話をしてます。で、今日はですねそんな Apple 製品の、次の話ですね、次に出てきそうな Apple 製品の、噂情報が結構固まってきたので、それについてねお話をしていこうと思います。そろそろ Apple の春の製品発表会ですね、これが近づいてきてるよっていう話で、でちょうど昨日ですね、ブルームバーグにね、パワーオンという連載を持っているマーク・ガーマンさんというですね、結構信憑性のね、ある情報を、ね、出してくれる、海外のね、メディアの方がいるんですけれども、こちらの方がですね、次、出るアップル製品でその時期とね内容について、まとめてくれてるのでね、今日はねちょっとそれについてね、見ながらね内容触れていこうと思います。まずね最初に言うとですね、今回新しくね、出る、アップル製品はね主に3つだと言われています。iPad Air の新型、そして iPad Pro の新型で、さらに M3 のね、MacBook Air、新型の MacBook Air ですね。こちらが出るんじゃないかっていうふうに言われています。iPad シリーズはね、本当に濃厚でそろそろ出るって話がね、持ち切りだったんですけども、MacBook Air はね、明確に時期については、まだ言及はそこまでされてなかったんですけども、今回の発表で、これ一緒にね、来るんじゃないかなっていうところですね。これは結構ね、ワクワクします。結構人気どころのね、3製品だと思うので、これが一気に来ると思うと、ワクワクしますね。じゃあそれぞれですね、出てる情報をね、軽くさらっていこうかなと思うんですけれども、まず iPad Air からですね。iPad Air はこんな感じになります。まず、今あるね 10.9 インチ、11インチなんですけども、それに加えて 12.9 インチ、約13インチの大型のねモデルが追加をされるということです。今まで iPad Pro にしかなかったサイズが Air の方にも降りてくるっていうものですね。これは最近ね MacBook でもありました。 MacBook の、13インチしかなかったものに15インチが追加されたりということで、このサイズによるですねエントリーモデルのバリエーションの追加っていうところが今回ね iPad Air でも来るみたいです。搭載しているチップは M2 のチップ、今ね M3 が最新なんですけれども、最新ではなく、あくまでねエントリーモデルってことで M2 がね採用されるんじゃないかっていうふうに言われていて、ちょっと変わる部分で言うと、背面カメラのですね出っ張りが若干ね薄くなるっぽいですね、のだらかになるらしくで、これによって多分ケースとかは買い替えなくてもいいぐらいの変更になるんじゃないかなと思うんですけども、若干の変更があるみたいです。で、あとはハード的には Wi-Fi 6E ですね、サポートしてくれて、 Bluetooth も 5.3 っていう形ですね。そんなにね大きくはね、変わらないので、iPad Air 今11インチのねモデルを持ってるっていう方に関しては、別にこれ買い替えるほどでもないかなと思います。Wi-Fi もね、7とか、最新ね企画が出てきている中なので、まだ 6E とかっていうところを考えると、11インチ使ってる人はね買い替えなくてもいいんじゃないかなと思います。で、僕個人的にはですね、ちょっと大きい iPad Air 気になってますね。13インチぐらいのやつ、ちょっとね仕事でねこうお絵かきというかねスケッチ使いたいなと思ってるんですけども、そのでっかいね画面のためにプロのスペックいらないなと思ってたんですけど、安くてそのねお絵かき専用端末とかでね使える iPad が出るんだったら結構僕的にはね嬉しいなと思ってます。はい。で、続いて iPad Pro ですね。これもね新型が出ます。で、こっちは結構ねAir に比べると大きなね変化になるんじゃないかなと言われていて、今回の発表の目玉もねこれなんじゃないかなと思います。 iPad Pro じゃないかなと思いますね。まず大きな変更点で言うと、有機 EL ディスプレイ、これをね、搭載した初の iPad になるということです。OLED ってやつなんですけれども、これを使うことによってまず電池持ちがね改善します。リフレッシュレートを可変でね変えることができるので、電池持ちにもつながるし、あとはディスプレイ自体ももっとね綺麗に、具体的にはねコントラストがね、よりくっきりしますね。明暗差がね非常にくっきりして綺麗なねディスプレイになるということで、この辺はねすでに iPhone とかでも使われている技術なので、それが
iPad の方にも、来ましたっていうことですね。まあ、本当にこう可変でね、リフレッシュレート変えられるので、iPhone のね、常時点灯ディスプレイあるじゃないですか、常につけておける、あれと同じような感じで、まあ、電力をね、あまり消費しない状態で画面をつけっぱなしっていうことも、今回のね、iPad Pro できるようになるんじゃないかなっていうふうに言われています。まあ、これは結構ね、面白いね、変更点かなと思うんですけれども、それによってですね、値段も高くなるっていうふうに言われています。結構ね、ガツッと上がるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、ここが悩ましいところですね。今引き続き円安が続いている状態なので、まあ、その円安の反映とこの新機種の値上がりっていうところを考えると、まあ、結構高くなるんじゃないかなと思います。これは覚悟しておいた方がいいですね。で、搭載しているのは M3 のチップ、最新のねモデル搭載をしていて、マグセーフのねワイヤレス充電とかが、使えるようになるんじゃないかって話ですね。で、あと周辺機器としては、トラックパッドが大きくなったアルミニウム製のマジックキーボード、これが、新しくつくんじゃないかっていう話ですね。まあこれね、トラックパッド大きくなるのも嬉しいですし、まあ、アルミでね軽くなってくれたらいいですよね。やっぱりこうね、今マジックキーボードすごく重いので、本体と同じぐらい重かったりするので、まあ、その辺のね軽量化とかが、測られると嬉しいなと思いますね。あとはフロントカメラ、自分をね映してくれるカメラなんですけれども、これもね、横向きに変わるみたいです。今までこの短いね辺のところについてなんですけれども、長辺のところについて横型でね使った時にちょうどね、使いやすいような、ところにフロントカメラがつくんじゃないかっていう話ですね。まあ、結構こう見るとね、かなりプロはね変更点多いなと思います。まあ正直僕も電池持ちがね良くなるとか、そういったスペックアップがあるなら欲しいかなと思うんですけれども、マジでいくらになるんだろうなっていうところですね。まあ多分今回の iPad Pro と新型のマジックキーボード、これ合わせて MacBook Pro にかなり近づいた価格になるんじゃないかと思うんですよ。 MacBook Air は超えて、 MacBook Pro と MacBook Air の間、しかも MacBook Pro よりぐらいの価格になるんじゃないかなと思うので、これはちょっとね使う人選ぶと思いますね。 iPad で、まあ、30万円とかね、近い金額を出せる人がどこまでいるのかっていうのは正直ねちょっと考えるところなので、まあそうですね、これも出てみてから、まあ僕は買うんだったら嫌かな、買うかなと思いますね。はい。で、最後に、MacBook Air ですね。まあ、僕が今メインで使っている機種なので一番気になるものではあるんですけれども、Air に関してはですね、まあ、今回 M3 チップですね、中のチップがまあ最新のものに変わりますと。で、M3 チップですね、僕も、MacBook Pro でね、出てるものを試したんですけれども、電池持ちと、あとはね、パフォーマンスですね、これがね、20% ぐらいですかね、上がってるってものになってます。なので、確かにね、着実なアップデートあるんですけれども、まあ結構マイナーアップデートというかね、割と地味なアップデートでもありますね。で、今回は MacBook Air 13インチと15インチ2機種あるんですけれども、2機種ともですね、同時にアップデートが入るらしいので、まあ、15インチはね、結構最近出たばっかなので、これがアップデートされるっていうのは、まあ、ちょっと買ったばっかりのね、人にとってはね、ちょっと悲しいかもしれないですね。で、あと Wi-Fi 6E ね、サポートされてっていうぐらいで、まあ、そこまで今回ね、M3 の MacBook Air に関してはあんまり変更ってないんですよ、正直見た感じ。まあ、なので、今 M2 買ってる人とかはね、まあ、買わなくてもいいんじゃないかなと思います。M1 ね、今使ってる人結構昔のね、モデルになってきたので、M1 から M3 の買い替えっていうのが、まあ、一番ね、スムーズなのかもしれませんね。ただですね、この M3 の MacBook Air に関しても今回ね、また円安の価格調整受けると思うんですよ。なので今の M2 MacBook Air よりはちょっと一段高くなると思います。数万高くなると思うので、まあ、だったらまあその値段で上がるんだったら M2 でもいいかなって判断も十二分にねあるかなと思いますので、まあ、この辺もねちょっと価格とね踏まえて考えてみたいところですね。はい。で、そんな形でね、今回 iPad Air、iPad Pro、MacBook Air ですね、こちらの、まあ、エントリー向けに、ね使えるような3機種がアップデートしていくって話だったんですけれども、そこからですね、じゃあ実際いつねそれが、出るのかっていう話で、今回のね、まあ、ブルームバーグのね話で言うと、まあ、3月、今年の3月に、それぞれね一緒に発表されますっていうね話がされてるんですね。
で、これは結構ね、まあ、信憑性高いかなっていうところもありまして、今までのね周期を見ても、まあ大体3月って結構順当なんですよ。アップルデイズっていうですね、日本のね、方がやられているどれぐらいの周期で今ね、アップル製品出てますよっていうサイトがあるんですけれども、まあ、これ見るとですね、結構今まで歴代でも、まあ3月はね結構あるんですよね、春の発表っていうのが。で、そこで、MacBook もそうですし、iPad もですね、割と3月にね、出てたりするので、まあ、この3月に出るっていうのはかなり濃厚な話かなと思います。まあ、逆に、まあ、2月とか4月って、ね、そんなに今まで出てないので、まあ、3月っていうのが、まあ、一番ね、あり得る話ですね。で、その中でも、まあ、大体ね、過去のね、日付を見ると、第2週か3週ですね。3月の、まあ、10日から、18日ぐらいのところがね多かったりするの で最近は結構金曜日とかね、出ることが多いので、まあおそらくですね、今年は3月の15日とか、まあ、もしくは22日とかですかね、このあたり発売っていうことがね、予想されます。まあ、製品発表自体は多分、まあ、13日とかね、水曜日ぐらいにあって、で金曜から発売っていう流れがね、一番ありそうなんじゃないかなと思います。まあ、新製品ね、 iPad と MacBook やね、いつ出るんだろうと思ってた人はちょっと参考にしてみてください。まあ3月に出なかったらね、本当に当分出ないと思うので、おそらくここで、出ると思います。スペックもね、おそらく今回出てる内容ね、割とそのまんまなんじゃないかなと思いますね。まあ、最近のアップルはね、サプライズがある時とない時があるんですけど、今回なんかね、雰囲気的にない時というか、一番予想通りのものが出る、発表会になると思いますので、まあ、この辺のね、内容を踏まえて、何を買おうかなとか、買い替えようかなとかっていうのを、想像ね、膨らませてもらえると嬉しいです。まあ、皆さん的に今回の発表会、これが気になるとか、これ買い替えようと思ってますとかっていうのあればですね、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういったガジェットの話とかよくしておりますので、もし今回のね、動画が参考になりましたっていう方は、いいね、もしくはチャンネル登録ですね、ポチッと押してもらえると非常に嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのこちでした。バイバーイ。